九州エリアでは前線の影響によって雨が強まっています。いただいているウェザーリポートを見ていきましょう。佐賀県佐賀市の方からいただきました。急にザーザーレベルの雨が降ってきました。もう8月中旬ですか。早い気がします。風は穏やか、ひんやりとした体感です。お昼ご飯は温かい食べ物にしようかなということで、体感も少しねひんやりと感じられて気温の上がりが鈍くなっています。また雨の降り方も強まっています。現在佐賀県内には大雨警報、そして洪水警報が発表されています。詳しく市区町村見ていきたいと思います。現在佐賀県内多久市、武雄市、大町町、江北町で大雨警報、また武雄市では洪水警報も発表されています。現在の天気報告も見ていきたいと思います。九州では広く雨雲レーダー見ていきますが、重ねて見ていきましょう。前線の影響による雨雲がしっかりとかかっています。中には佐賀県内や熊本県内、黄色や赤色の活発な雨雲も見られているような状況です。こういった雲の元ではですね、雨の降り方がザーザーレベルや豪雨レベルと強い降り方となっています。今後の予想です。午後の時間帯も雨雲が流れ込み続け、雨が降り続くお天気、強弱を繰り返しながら雨が降りやすいお天気となりそうです。1時間での降水量もまとまっていくタイミングが出てくるかと思います。道路冠水、低地での浸水、または雨量がまとまることで土砂災害への影響も懸念されます。最新の情報はこまめにご確認ください。